カリブ海から来た男だ。あよう皆さん、ジョアンくんです。今日は家の近くにある神社を見に行きます。行きましょう。今日の天気はめっちゃ晴れています。雨が降ると思いましたけど、降ってないので自由にブログをできるから嬉しいです。さあ今日はどんなことを見に行きますかね。 Let's go。OK、 じゃあここは見えますか。これはカニなんですけど、あそこはみんなが乗ってからカニをおならします。あとはこのところはどこでも、神社の中にどこでもあるんですけど、手洗い場所です。だからここは目を洗います。で、あとはここは祈るところかもしれませんね。なんか本当に静かだから、私はその静かを守りたいから、大きく声で話しなさい。で、最後はすぐに近くにあるところはお墓です。お墓はお盆の時にみんなは大おかずでここに来ました。祈って、死んだ人の魂のためですね。で、海外ではそれはハロウィンの時にやりますね。じゃあ次のところへ行きましょう。また手洗いのところですけど、すげえ、本当にすごいです。本当に綺麗です。わあ、その絵の詳しいことです。どう言えばいいんですかね。なんか遠くから綺麗ですけど、近くから見るとこんなに詳しく絵描かれていて、それは綺麗だと思います。あとはその神社の形もなんか床が波のように、波の形しているので、それは綺麗ですね。じゃあ進みましょう。暑いですけど、影のところを歩いたら大丈夫です。止めずに散歩を続きましょう。ちょっと待って。ちょっと待ってください。なんでこれがあるの？バスケットボールの何か
なんと何と言えばいいんだ。まあ、なんであるの知らないです。子供の公安、え、虫がカメラの上にある。あ、どけ。はい、どきました。このところは前のところよりもっと静かです。まあ意味がないとね。まあ、ここか。まあここにしましょう。と、ああ、時計時計時計無比時計。本当に静かです。あとは前のところよりもっと木がありますね。もっと自然的な感じがしますね。熱々、もう汗をかいています。けど普通に僕は早く汗をかくので普通です。 OK、 ナイスバッド。 OK、 続きましょう。鳥の音聞こえますか？自然に鳥が見ると普通なんですけど、あそこは前にあることは、まあ見て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 、 Hello、 触れるか。あ、飛びました。 Hello、 Hello、高いところに着きましたよ。じゃあ、で、じゃあ次のところへ行きましょう。もしこの動画を良ければ、ぜひぜひ subscribe and like。 あ、bientôt。